大規模災害時に避難所の物資管理を担当した。ありがたいこと、大変なこと、嫌なことたくさんあったが、ここで言いたいことは一つ。衣類は個人から募る、個人で送るべきではない。実はいろんなところで言われてるが、あまり浸透していないようなので、自分の体験した修羅場を書いてみたいと思う。被災者のためにと衣類を送ってくださった方々の善意まで否定する気は毛頭ない。ただ現実的に被災地で何が起こったかを知ってもらえたらありがたい。災害直後から届き始めた衣類の寄付は、マスコミの冬用衣類が足りない、ちょうど季節の変わり目だったという報道を受けて爆発的に増加。あっという間に狭い体育館を埋め尽くした。地方の壁にうず高く積み上げられる段ボール箱、床が見えないほどの服の海。もちろん食料品や生活雑貨など衣類の他にも、さまざまな種類の物資も続々と届く。しかし個人から送られてきた衣類ほどスタッフを苦しめる存在はなかった。まず仕分けの手間。普通の物資を1とすれば、衣類の箱は10というほど手間がかかる。男性、女性、子供、上着、下衣、肌着、上着、そしてサイズ。せめてこれだけでも分類した状態で入っていれば御の字だが、そんな箱はほぼない。箱を開き、一枚一枚手に取って確認する。これは女性のセーター M サイズ、こっちは子供のズボン140センチ。見た目ですぐに判断できる服ばかりではない。これは紳士、婦人、どっち、サイズのタグはどこについてる。畳んである服を広げて基本情報を確認し、また畳んで分類する。これが想像以上に膨大な時間と手間を要する。やってもやっても衣類は減らない。それどころか次々に新手が送られてくる。そして需要に合っていない服も想像以上に大量だ。被災者が泥だらけで復旧作業をしている状況で、ひらひらのワンピース、タイトなミニスカート、スーツに礼服、誰が着るだろう。さらに見るからに古くくたびれた服、汚れが目立つ服、こうした需要のない服、人には勧められないような服の割合は実に3から4割にも達した。しかしすぐに捨てることはできない。ゴミ袋一つ取っても災害の片付けで不足している上、マスコミの目もある。善意をゴミとして捨てていると報じられたら、どれだけのバッシングを浴びるか。結局使えない服として分類された大量の衣類が少なくない場所を占拠していく。また被災者に衣類を選んでもらうのも一苦労だ。場所がない中でぎゅうぎゅうに並べた服を被災者が自分のサイズを探してかき回す。せっかく分類しても衣類置き場はすぐにカオス状態になる。贅沢を言うなと怒られるかもしれないが、被災者にもプライドがあり、特に発災から日が経ってくると服も着られれば何でもいいとはならない。しかし個人から送られてくる衣類というのは、大半がうちではもう誰も着ない服だ。気に入っていて今よく着ているという服を送ってくる人はいない。しかしデザインが古いとか、何度も着て色が落ちてきたとか、そんな理由で着なくなった服は、たとえ被災者だってできれば着たくないに決まっている。結果的に選ばれるのは数少ない、本当にわずかな新品や新品同様の服。それ以外はいつまでも山となって残る。具合が悪くなるほどの服の海に溺れているにもかかわらず、ほとんど見つけられないのが肌着と靴下だ。この2つは中古で人にあげるということがまずないので、送るとしたら新品になるが、わざわざ新品を買って送ってくれる人はほとんどいない。いても個人レベルなので、せいぜいが5セット10セットといったところ。これが本当に苦しい。肌着や靴下の不足は本当に深刻で、服と一緒に並べようものなら数秒でなくなる。そこで避難所内に不公平感が出ないようなるべく平等に配布したいのだが、数百人の被災者から5人、10人をどうやって選べばいいのか。高齢者、持病のある人、どんなカテゴリーわけでも難しい。冬用肌着と靴下は
かなり最後の方まで不足したままで、肌着がない、肌着が欲しいという被災者の要望にはほとんど応えられなかった。最も効率的だったのは、だいぶ経ってから実現した企業からの支援。衣類メーカー、肌着メーカーが新品を大量に送ってくれた。一人何点限りとはいえ、全員に行き渡る新品。さらに、一箱に同じサイズの同じ製品が入っているため、仕分け不要のありがたさ。正直涙が出た。そのくらい仕分けはきつかった。服の山にうずもれているのに、肝心の被災者の求めるものはないという状況もきつかった。こうした状況は、自分のいた避難所だけで起きたことではない。各地からの応援職員、大震災を経験したボランティアに話を聞くと、全員が同じ事態に直面していた。しかし、支援を受ける側の立場で、新品しかいらない、同じものを大量に欲しい、古いの、汚いのを送るな、需要を考えろ、仕分けして詰めろなどとは、なかなか公言できないものだ。なので、結果として同じことが繰り返されているのだろう。被災地では、特に、発災直後は、スタッフが不眠不休で働かねばならない。そんな中で、衣類の仕分けはあまりに過酷であった。多くの人員が割かれ、貴重なスペースを奪われ、他の業務に支障をきたすことも多々あった。箱を開き、服を取り出し、サイズを確認し、誰も着ないと判断した服を、再び別の箱に詰め、積み上げる。手間をかけても、最後に、被災者の手元に届くならまだしも。言い方は悪いが、ゴミを捨てるまでの手順をわざわざ増やしているようなものだから。災害直後の極限状態の中では、徒労感も一層激しかった。自分の実感としては、衣類に関しては、個人からの中古品の寄付は受けるべきではない。被災地の人手を奪った上に誰にも利用されず、最後はゴミとして処分され、処分費用がかかるのは、寄付してくれた方の善意にも沿わない結果だろう。例えば、これまでの災害で寄せられた義援金などをどこかにプールしておき、新たな災害が起こった時に、それを財源として企業から新品を供出してもらうような形が最適ではないか。これはただの思いつきだが、災害列島の日本では、次の災害は近い将来必ずどこかで発生する。その時、被災地で働く人たちが自分と同じ苦しみを味わうことのないよう祈るばかりだ。